護衛艦イスもついに、艦首四角への魔改造計画始動開始との情報をキャッチしました。今回は、この2024年度からは、一番艦イス、もの2回目の改修工事も、開始予定ではあるがを詳しく見ていきます。これで、艦首四角への改修工事が開始され、F-35B 戦闘機の本格運営が見込めますね。新田原基地への配備も今年から開始されます。加賀の認証テストもアメリカで行われるので、何かと防衛力強化が急ピッチで進んでいますね。新たな2024年も幕を開けたが、日本は年初より能登半島地震に見舞われるなど、波乱のスタートを迎えており、被災地の支援に各自衛隊も人員や装備を派遣する等、多忙な対応を余儀なくされる事態となっている。現在の日本の政権運営を担当する岸田内閣は、このところ、著しい支持率の低下が報道されるなど、先行きを危ぶむ見方も増加してはいるが、公約として掲げた防衛予算の拡充には、一定の成果を示していると感じられる。現状で、日本は、太平洋戦争後で最も厳しい安全保障環境の悪化に直面していると言っても、過言ではなく、2023年度から2027年度までの直近の5年間の防衛予算案を、累計でおよそ43兆円規模にまで拡大する政策を実行している。この2024年度の防衛予算案は、2023年末に、総合計で7兆9496億円を投じることが、現岸田内閣による閣議決定を受けて了承され、その指針となる、いわゆる国家安全関連の3文書の内容に準拠し、防衛増備の強化を図っている。今回、閣議の承認を受けた2024年度の防衛予算案の総合計7兆9496億円は、2023年夏時点の概算要求額がおよそ7兆7385億円だったことと比較すると、およそ2111億円が積み増しされた形となっており、順調に増加していると言えそうだ。こうした2024年度の防衛予算案の中で海上自衛隊に関連する費用を見てみると、導入が中止されたイージス・アショアに代わるイージスシステム搭載艦2隻の建造関連に、合計で4546億円が計上されている。これは、主として、北朝鮮の各種の弾道弾や巡航ミサイル等への対処策として、必須かつ、喫緊の対応を必要とすることに対応するものであり、艦艇関連の建造費と関連費用とはいえ、かなりの多額が投入される。また、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻、1番艦泉と2番艦加賀の航空母艦化改修工事には、2024年度の防衛予算案では、合計で424億円が盛り込まれ、やはり、夏の概算要求時の423億円とほぼ同額が確保された。これまでに、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化には、2020年度が31億円、2021年度が203億円、2022年度が61億円、2023年度が52億円の防衛予算が投入されており、ここまでの合計でも総額は347億円だった。そのため、2024年度予算案における出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化に向けた費用の424億円は、単年度としても、これまでの合計額と比較しても、最大の金額となっており、その重要度が伺い知れる。ちなみに、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の初期費用を含む建造費には、2015年3月に就役した1番艦出雲におよそ1208億円、2017年3月に就役した2番艦加賀におよそ1170億円の予算が投じられている。したがって、2024年度防衛予算案までの2020年度からの航空母艦化改修工事費用の総合計額であるおよそ771億円を加味して計算した場合、1隻あたりには、追加でおよそ385億円超が追加された形となっている状態である。大まかにこれらを合算して考えるとすると、1番艦出雲が約1593億円、2番艦加賀が約1555億円が投じられた計算となり、
最新鋭のイージス護衛艦タルマヤ型が約1700億円の建造費であることと近い金額にも感じられる。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事のこれまでの進捗を振り返ってみると、まず1番艦の出雲が建造元であるジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で2019年度末から最初の工事を施された。この1番艦出雲に対する最初の航空母艦化改修工事は2021年度の6月末までに完了。艦載機となる F3 ゴライトニング 2B 型の発着陸に対処するための全通式の飛行甲板への耐熱加工や着陸をサポートする誘導用の船や投下設備が追加された。2番艦加賀に対する航空母艦化改修工事は2021年度末からジャパンマリンユナイテッド社の5事業所で行われ、2023年度末までが予定されているが、すでに2022年4月には全通式の飛行甲板の艦首部の拡幅工事を終えた状態が確認されている。この艦首部の飛行甲板の拡幅工事は、1番艦出雲に先駆けて、2番艦の加賀から先に実施され完了したもので、艦載機である。F3 ゴライトニング2の発艦をより効率的に行えること、全通式の飛行甲板上の駐機スペースの確保を目的に行われたとされている。これによって、加賀の艦首部分の飛行甲板の形状は、アメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦と、同様のスクエアなものに変更され、F3 ゴライトニング2の発艦時の乱気流の抑制を行うと説明されている。続いて2度目の航空母艦化改修工事だが、1番艦出雲は今年2024年度から行われる予定で、2番艦加賀と同様に全通式の飛行艦甲板の拡幅工事を含め、着艦用の誘導装置の取り付けを行うものと目されている。すでに1番艦出雲に先んじて飛行甲板の拡幅工事という大きな作業を終えている2番艦加賀は2026年度から2回目の改修工事を行う予定となっており、両艦とも、現時点では、2027年度中に、すべての工事を完了する見込みである。前述したアメリカ海軍のワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦を除けば、艦載機として F3 ゴライトニング2を運用する艦艇は、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦の2隻と、イタリア海軍の軽空母カブールしかない。ここに、海上自衛隊の出雲型も航空母艦化改修を経て名を連ねることになるわけだが、2024年の現時点ではこれらの艦艇に続く存在は確定しておらず、韓国海軍が新造する予定の航空母艦がそれを目指す可能性が指摘されている程度である。このようにF3 ゴライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇は、世界的に見ても非常に稀有な存在といえるが、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦やイタリア海軍のカブールは、艦首部にスキージャンプ式の発艦装置を装備している。これは、F3 ゴライトニング 2B 型を運用する上で、同機に積載可能な燃料や兵装を増加させる可能性があるが、あえて、日本の出雲型の航空母艦化改修工事では、スキージャンプ方式の発艦装置の装備は見送られている。この判断は、仮に出雲型の2隻が航空母艦化改修工事を終えた後でも、日本側としては、F3 ゴライトニング 2B 型の常時の艦載機化を行わないと説明していることにも符合し、従来の主任務である対潜哨戒ヘリの運用も続けることが明言されている。したがって出雲型は航空母艦化するとはいえ、従来の用途に F3 ゴライトニング 2B 型の運用能力もプラスするという位置づけで、現行の回転翼機のみの運用に加え、さらに汎用性、多用途性を持たせるものとめされる。出雲型は両艦とも2回目の改修工事で、艦内の F3 ゴライトニング 2B の収容に対応した格納スペースの整備が予定されているが、その実施後も、同機の収容数は10機前後に止まるとも言われ、航空母艦としての打撃力としては決して多くはない。そのため、出雲型の航空母艦化改修を受けて、一部からは日本版の空母打撃群の編成云々を唱える向きも散見されるが、
とてもアメリカ海軍の空母打撃群のような航空攻撃能力を備えた存在と同一視するようなものではないだろう。そもそも、アメリカ海軍の空母打撃群といえば、主力たる航空母艦を護衛するために、少なくとも、攻撃型の原子力潜水艦1隻に、タイコンデロガ級やアーレイバーク級のイージス艦が、3隻以上は随伴する編成であり、海上自衛隊では、こうした編成は困難であろう。